で、サウナ部を2人でなんか楽しそうにやっとったけんか、ちょっと私も今日は行ってみようかなと思って行ってみたんですよ。そう、そしたらなんとびっくり、誰もいなかった。誰もいませんでした。サウナめっちゃ仮装、さすが田舎 さすが田舎、超仮装ってた。仮装っていうかもううちらしかおらんくてさ、貸し切りやったしさ。そう、めっちゃ楽しかったよ。サウナええやろって、なんかね、良さはあんましちょっと分かってないかな、まだ私は。でなんか新入部員として私はちょっと一緒に連れて行ってもらったっちゃけど、なんかさ、2人はさ、お母さんも相方もなんかね、もう準備がすごいんですよ。なんかねサウナ用のなんかシートみたいなとか持っとってから、そう、私持ってないっちゃけど、お尻に敷くなんかこうシートみたいないうのとか持っとって、そう、気合が違った。私なんかもう温泉にあるシャンプーとリンスとボディーソープ使うのになんかしっかり持ってってからさ、サウナグッズを持ってから、そう、すごい サウナ部 すごいですよね。なんか何が楽しいかちょっとよく分からんかったけど私 けど初めてね、今日水風呂に入りました。水風呂、あ、岩盤浴の方が私も好き。サウナより、サウナちょっと暑すぎ、レベル高すぎ。そう、水風呂に入ったんですけど、水風呂はちょっと体に悪かった、心臓に悪かった。ありがとうございますね。あれ、なんか光っとるね、ちょっと離れようか。そう、そう、それでまあ水、まあ貸し切りやけんさ、水風呂に私は一人でこうやって入っとって、でお母さんはサウナにおったけんか なんかね、変な感じやったよ、広い糸にさポツンってね。でも楽しかったですよ、温泉気持ちよかった。でもまた汗かいてきた、準備とかしよったら ちょっと待ってね、ちょっとさ、ごめんなさい、ただいま戻ってきました。くるくる目が回る？何の話だ？ただいまー、ごめんなさい、ちょっとそう、サウナ部にちょっと今日は参加しましたね。ありがとうございます。ここでピースしたら白飛び線。あ、もうあと、まあ今日ね、何しよったかな、この間タワーを建ててくださった皆さんのメッセージとか書いてたんですけど、全部終わってから出しますね。仮入部いいですよ、私新入部員で、かつ幽霊部員やけん。面白いっすね、もう相方とお母さんの会話が お母さんが相方に敬語を使ってた 部長とか言って、そう、部長となんか部員と でなんかさ、近くなんですけど、まあ夜やしイノシシとかもおるしね、車で行ったんですね、まあ近くけど。そしたらさ、なんか車の中でさ、今日の部活の反省会とか言われてさ、なんか新入部員はどうだったかみたいな言われて、突然、まあちょっと私ね、新入部員ちょっとあんまりちょっとサウナの良さは分からなかったですって言って 怒られた。そう、反省会が始まってさ、車の中で。そしたらなんかお母さんも「新入部員が足を引っ張ってきて」とか言って、「サウナに3分しか入れない、なんか新入部員が足引っ張ってきて」とか言われて 私さ、そんな厳しい部活やったと思って
そう、あ、車運転せんかった、夜やけんか、近くやけどね。そう、部長厳しくってさ、そう、もうダメだとか言われて、あの入れんかもしれん、もう次からないかもしれん私。そう、責められたし、お母さんもチクった、部長に新入部員は3分しか入らんやったってだって無理よそんな、首ばい絶対。でも、あ、水風呂に浸かることができましたっていう報告をしたら、まあそれは良かったって言ってそう、そうさ、もう相方はね、なんかね、もうずっと前からサウナのなんかある、なんか切符みたいなやつを持ってるんですよ。なんか私たちはお金払ったの買って、切符買ってみたいな感じ、その場で買ってみたいな感じけど、なんか相方はね、もうパスみたいな、パスパスみたいな、なんだ、年パスみたいな感じのを持ってるようなレベルなんですよ。なんか年パスじゃないけど、なんか持っとるっぽい。そう、それでね、かっこよく生きよった、すごいねっつって言って。そう、なんかコロナで一時期サウナがさ閉まってた時期があったんですよね。そんな人こんちゃけど、全然密になるようなあれじゃないけどさ、なんかあの一時期ね、本当に一時期なっとって、その時もめっちゃね、あのしょげてました。もう明日からサウナに行けないとか言ってそんな行きたいって言って、お家でいいやんって。でなんか相方の将来の夢はなんかサウナをお家に作ることとか言って、そうそう、自宅にサウナ、そう、そんくらい好きなんですよ。お母さんも私には分からん、全然ね、そこまでよ、そんな。そう、でもそう、おじさんかってね思うやんだからね、相方ね、なんかおじさん、おじいちゃんのお友達がいっぱいいるんですよ。そう、なんかね、今日はなんか あのおじいちゃんと深い話をしてきたとか言って、どんな話やねんって言いたくなるんですけど、うん、めっちゃ気になるよね。今日はすごい深い話をしてきたとか言って、サウナはね人生を語れるとか言って意味わかんないこと言うんですよ。そう、何だ語ってきたとよって言って、面白いよね、何の話をとか気になる、めっちゃね。暑くしさ、大気乱しさ、しかもオムライス食べすぎてさ、もう動けんぐらいやったし、私そう、部長癖強いしさ、本当にもう部長筋トレとサウナマニアやけんさ、困る、健康でいいっちゃろうけど私には分からん、 あんまりストイックな性格じゃないけんさ、私何でもこうゆるーくのんびりして生きてきとるけんさね、なんかすごいね、健康や、まあ健康っちゃろうね、健康にはいっちゃろうけど。じゃーん、ここにあるもの、今日ね、あのお母さんのお友達から、まあ私のお友達みたいな感じでもあるけどね、私ともめっちゃ仲いい、あ、見えちゃったからもらったんですよ。なんでしょう、トウモロコシ、じゃーん、トウモロコシ、トウモロコシ、お水木、トウモロコシ、トウモロコシ、お水木、写真撮って、イエーイ、もらっちゃった。なんかいいトウモロコシらしかよ、あのね熊本のね、なんかすごいいいトウモロコシらしい、それをお裾分けしてくれた、トウモロコシ、そう、何やったかな、なんか何やったっけな、なんか言ってたけど忘れてしまった、熊本からね、なんかもらった、届いたんだって、それをもらっちゃった数分前に、そうだけ明日食べようと。
ね、なんかすごいいいやつって言ってたよ。トウモロコシマニアの方いらっしゃいますか。草めちゃ草立派でしょ。もうね最近ちょっとやばい、顔が眠そう。中身見たい。これ開けちゃダメやろ。ちょっと開けてみる、お母さんに内緒にさ。スイカの匂いするだけど、スイカの匂いするだけど、めっちゃスイカの匂いする。スイカの匂いする。なんでスイカかな、これ。もしかしたら開けたら、お母さんに聞いてみよう。スイカかな。ちょっと待って、 1% しかないやん携帯の充電。ちょっといいさ、ちょっと開けてみようか。いいよ、お母さんには。開けたら赤いかな。うわー、すごー、トウモロコシじゃないやんこれ。あ、開けていい、開けていいって。ちょっと待って、これトウモロコシじゃない、びっくり。黄色くなかっただけど、あ、虫だ。虫、ちょっとどけて。虫配信予見入ってこんで、虫、ちょっと虫がおる。美味しいってことね、絶対。まあ匂いはスイカけど、見た目はまさか黄色じゃないとはね、びっくり。ゴーヤじゃん。中身は、匂いはスイカ、中身はゴーヤってことありますか。キャー、恥ずかしいって、恥ずかしいって言ってますよ。こんな裸ん坊にされて、見て、白い白い、ほらここで見て、え、見えんかな、白飛び、めっちゃ白い。ゴーヤじゃないこれ、本当はトウモロコシ。白いんですけど、白い白い、食べてみてって。食べれんやろ絶対、湯がいてないし。え、しかもさ、しかもすごい水分がなんかある、水がなんかある、水滴がついてるんですけど、白いトウモロコシなんだ。ホワイトトウモロコシ、へえ、そうなんだ。今から黄色になると、それとももう白いまま食べると。へえ、匂いはトウモロコシじゃなくてスイカ。匂いはスイカ、でもこの茶色い髪の毛みたいなとこだけスイカで、ここは無臭。食べると黄色になると、そんな、あ、ポップコーン、え、ポップコーンってさ、コーン、これコーン、ポップコーンになる、もしかして。すごい、美味しいとかな、めっちゃ気になるね。食べてみたいね。食べてみる、ダメか、さすがに。私はね、ちょうど1年前あの食中毒になったけん、結構あの慎重に、なんだろう、注意深くなりましたよ。モッサモッサ、これがトウモロコシでした。モッサモッサしてる。うわー、見て、こんなモッサモッサしてた。モッサモッサね、すごい、これがトウモロコシか。あんまりね、トウモロコシは食べたことなかった。こうやってバナナみたい、見て、ほら、おねんねおやすみなさい。はい、元通り、はい、元通り。まあこれでお母さんに明日バレるのかバレないのか。あ、もう開けたって言ったって言った、開けていいって聞いてしまった。もうバレんやろこれでバレるか全然違う。楽しみやな、白トウモロコシ。
絶対にバレるか。生では食べれんって。絶対バレるよ。絶対バレる。お母さん近くおらんよ。けど聞きました LINE で。そう、リビングを占領してるんで今お水木は。トウモロコシかゆい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 、どうしよう、手がかゆい。もう自分じゃ止めきらんくて、かゆくてもう嫌なんですよ。はあ、暑い。今日はね、金曜日でしたね。ヒゲにやられたとかな。あ、そういえばね、さっきね、あのパプリカみたいなね、オクラみたいな、パプリカみたいなオクラみたいなやつがね、家の前に咲いとったさ。で、夜やったき見えんくて、なんだこれはと思って近くまでこうやって見たんですね。なんかね、赤と白と黄色みたいなオクラみたいなのが咲いとってから、なんやろうと思って、こうやって、もうこれがオクラとしたら、まあオクラじゃないんですけど、私夜暗かったけん面白い。なんかさ、こんな近くまで寄ったんですね、私こんな近くまで、なんやろうと思って、そしたらさ、目の前にガーが止まっとってさ、ガーが止まってて、蝶々じゃないんですよ、もう完全にガ、あのなんか羽がもうほら、なんだろう、ガだったんですよ、模様が。でもびっくりしてさ、私もう近所迷惑ですよ、本当にうえーって言ってしまって、もういろんな人に言った、ガオルガオル。こんな近くまで行っても、本当私とガの距離は1センチぐらいで、そう、危なかった。そんな、やっぱね、暗闇の中でさ、あの全然ようわからん物体を見るもんじゃないと思ったよ。びっくりしてもう叫びまくった、って言って。でも面白くてさ、みんな連れてって、ちょっと来て来て来て、ここにガオルけん、どんなに叫んでも飛ばんけんって言って、本当に私がここまで来ても飛ばんやったし、私がここまで来てわーって言っても飛ばんとやけん、すごいこのガーって言って、もしかして死んどったかなって言って、こいつ触ろうとしても生きてるんですよ、羽ひらひらして。そう、飛ばなかったんです、私が大きな声出しても。で本当にガかなと思って、もう一回こうやって言ったけど、やっぱりガやったし、全然飛んでいかんやったし、そう、すごかった、びっくりしたよ。そう、みんなに見せびらかした。結局ね、ユリでした。ユリ、それユリだよとか言われてさ、ユリってこんな形してるんだって言って、ユリの花の前、オクラみたいな感じでさ、ちょっと待って、誰か充電器が 1% なんだけど、私の携帯、はあ、ありがとうございます。なんで私の携帯っていつも 1% なんだろう。はあ、アホってことですよ、充電をしないアホです。あ、やばい、眠たそうな顔に見えてきた。今日も結構ざっくりなメイクです。薄メイクでも、目元とか何もせんでもね、これとこれがあればメイクしたように見えるんですよ。チークとリップ塗ればもう完成。オッケー。明日は土曜日ですね。何する、みんな。充電切れ、あ、こっちは大丈夫なんですよ。こっちの携帯が危ない。1% しかないもん。もう危ないというか、もうアウトですよ。1%。キラキラがないんですけど。まあいいんですよ、夜やけん、夜好きはキラキラは封印します。寝てる。土日雨、え、なんそれ、
ゴジラ、ゴジラみたい。長崎にね、恐竜博物館ができるらしいんですよ。そうだけん、もうめっちゃ楽しみ、恐竜博物館。明日は何しようかな。下書きの TikTok 今日出すつもりやったけどさ、9時回ってしまったけんもうやめました。明日の8時半に出します。あのね、 TikTok ってね、あの6時から9時の間に出すのがいいらしいんですよ。で、私は8時半に勝手に出しよる。8時半が一番バズるしさ、私の予想。そう、恐竜自分好き、恐竜大好きって。恐竜私も好きなんですよ。B は恐竜、はい、水木って言いたいぐらいですよ、本当に。ちょっと2文字の、あ、2文字の見つからんかった、全然長崎のものが。 B はぐらいしか。カニ、恐竜強そう。ねー、ジャーが恐竜、水木。琵琶、琵琶って長崎有名じゃないかな、なんか有名じゃない、模擬の琵琶。じゃが、じゃがいも、じゃが、恐竜。あ、もう30分経った、もう寝らんば。早すぎ、早すぎか。じゃああと10分。今日早起きしたけんちょっとだけ眠たい。今日ね、久しぶりにね、インスタの質問を返していったんですけど、返したんですけど、面白かった。あのさ、航空専門学校に行ってたっていう話をしたじゃないですか。そういうけ、なんか航空系のあの質問も、あ、質問っていうかなんかあって嬉しかった。何やったかな、何やったか忘れたけど来てましたね。そう、ちょっと待って、じゃあランキング読んでいいですか？早い？ごめんなさい。早い？ちょっと充電が切れちゃったもん。こっち。こっちもやばい。充電してるけどね。今何分？大丈夫か？そう。あと10分って言ったよね。言ったよね。言ったよね。ちょっとお眠い。明日、はい、長くします、許してください。明日は1時間半しよう。明日1時間半しますからね。おみちゃんの30分短いよね。じゃあいきます、ランキングいきます。第13位、カルロス・フローラスさん、フローレスさん、ありがとうございます。第12位、サッツーさん、ありがとうございます。第11位、宮古ブルさん、ありがとうございます。第10位、台湾のポミさん、ありがとうございます。第9位、ブリントさん、ありがとうございます。第8位、富士山アットマークお水研修所属、はてな、所属です、ありがとうございます。第7位、おのちさんアットマークちょいバラおやじ、ありがとうございます。第6位、 KTT さんアットマーク昔家でトウモロコシ作ってたよ、すごい、お家作れるとね、ありがとうございます。第4位、たけちゃんアットマーク毎日配信ありがとう、にありがとうございます。第3位、ショートさんアットマークみーちゃん配信今までありがとうございました、ハートありがとうございます。第2位、キャリーテテさんアットマーク 1+1 を100にしたい、ハート、すごい、なんか一級さんみたい、ありがとうございます。第1位、よしのりさんアットマークおみずき明日のラッキーアイテムは何でやんすか、明日のラッキーアイテムはトウモロコシでやんすトウモロコシでやんす、明日食べて、私が食べるけん、トウモロコシ、そしたらほら明日の運気がグッと上がるけん、イエーイ、明日のラッキーアイテムはトウモロコシ、
おやすみでやんす。めっちゃ巻いたね。おやすみみんな。これはってこれ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 、うわー飛ばした。インテリアクションさんアットマークじゃない、ニコちゃんマーク、愛豊か、出島、尾上瑞希、共通通点は愛豊か、出島って何、愛豊か、出島って何ですか、わからん、ごめんなさい。多分可愛い共通点は、あ、出島、出島と瑞希、出島と瑞希の共通点は、魅力的とか言っとくかなやだ本当に。出島っていうのはですね、魅力的なんですよ。ちょっと自分で言っちゃったな配信やめよう、もうおやすみみんな、バイバイ、いっぱい寝ましょうね皆さん。 YouTube とか見ちゃダメですよ、寝る前に。 TikTok とか寝れんくなるけんね、私も見らんけん。おやすみみんな、明日も早起き頑張ります。見らん見らん見らん絶対見らんけん。ちょっとだけ見ていいですか、寝る前布団に入って3分だけ見るけん。 TikTok ちょっと見てしまうやん。そうですけど、あんま長く見らんけん大丈夫。みんなも気をつけてくださいね見るんかーい、アシーさん見らってきここ毎感じだから。じゃあおやすみなさい、早く寝る晩に。今日は一回だけ見ます、一回だけ。じゃあ明日1時間半するけんね。おやすみみんな。髪乾いてないっすよね、まだこれ髪乾いてない。あ、後ついてしまった。うわー、めっちゃ後ついてしまった。はい、おやすみみんな、おやすみなさーい、にっ。